Thank you.
川のほとりに住んでた時があるんですけど、その時の歌だったんですが、ある日なんかおかずがないっていうことで、ヤマメを釣ろうっていう話になりまして、で、ヤマメを釣ったんです。で立派なこれぐらいの、でもお母さんヤマメ で中にもう3ミリぐらい卵でっかいんですけど、それがいっぱい入ってるのをこう料理しようとして、すごい胸が痛くなったのを思い出しながらこう歌ってました。でもめっちゃ美味しかったです。いただきました。そんな川がこう流れて海に行くまでに2年2ヶ月経つと、その震災の時のなんかいろんなこう見えないものも海に届くっていうことで、なんかみんないろいろだねなんて話してたんですが、やっぱり海から僕ら生まれてきたとしたらまた海に帰っていくんだろうし、いっぱいなんか小さい生物とか、そういう海にある森を大事にしていくことがすごい空気のこうなんていうのかな、良さにもつながるだろうし、なので浅い海を浜を残していきたいなってすごい思うこの頃です。ではでは、舞い上がる時の風、胸に抱いて君の想い、こう思えば遠くさ夢は不安に、
じゃん時の風っていう歌だったんですけど、こう旅をして歌っていた時に噂をしたら虹を見るっていうのを体験して、それがだんだんなんかバージョンが素晴らしい虹になっていくんだけれど、最後に見たのがもう綺麗なこういうダブルレインボーだったんです。それで、あ、なんかこうすごいこう時空を超えたような気になってしまって、そんでできた歌だったんですけど、じゃ もう一曲歌ったら、今日はあのスペシャルゲストにいつかやろうねって言ってた人が来てたので、ひみちゃんにお願いして最後にあの歌を歌って終わりたいと思います。じゃああと2曲今はそのエネルギーがきっと私たちの知恵とその英知をこう辿っていくことで何らかの形になって村となって体現したりするような時に来てるなと思ってて、それはなんか小さな小川からとか始まるかもしれないし、それは吹いてる風とかからきっとなんかあの恩恵があるものだと思うし、だからなんかちょっとみんなで知恵出し合ってっていうのが今日形になってる白川公園がめっちゃ嬉しい、あのその空間だったです。では見といな
ありがとうございます。 In Your Eyes っていうハワイ のシャーマンというかホクレア号っていう船があって、その船は電気も計器も一切使わずに人の英知だけでそのこう鳥の行く方向、魚の行く方向、そういうのを読み取って自然とこう共鳴しながら、それで全く本当にもう磁石もない中、こ
こう太平洋を渡ることができるんです。でその船に乗っているシャーマンが言ってたんですけど、そのクークイマーラマラマっていう言葉があって、それはククイの実っていうあの実があるんですけどね、でその実から取れるオイルで人々はあの暗闇の中、それにあのそのオイルを松明に灯して、その暗い中をこうみんなでね、あのこう歩いてきたと。だからそういう風にしてまた松明に火を灯す時が来たんだと。だからククイマーラマラマ、そのなんかオイルのね、こうあのククイの実のオイルでこう燃えている松明はあなたの瞳の中にあるからって。だからその瞳の奥の光を信じて夢を大事にするんだよっていうことを話してくれたんです。でそんな歌だったんですけど、なので信じれば叶う。じゃあラストの一曲を、お、時間、あ、ごめん、あ、ありがとう。じゃああの時間が来てしまいました。じゃあまた今度。ありがとうございました。まゆちゃんありがとうございました。素敵な歌声ありがとうございます。はい、皆さん長丁場ありがとうございます。お付き合いいただきまして、今日、これから司会させていただきます澤田恵子と申します。よろしくお願いします。でもうすぐ311から丸3年が来るんですけれども、あれから私たちいろんなことを考えたりやったり話したりっていうことをやってきたと思うんですけれども、ここでまたもう一回顔を合わせて心がつながる関係の中でいろんなことを話していけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。で今日はですね、